それでは足の構えについて説明したいと思います。剣道では足8分手2分と言われますように、足が 80% 大切だと言われています。で、私は次の3つの方法で足の構えを作ります。まず1つ目は普通に歩いて右足を前にして止まった足幅。2つ目は垂直跳びのように上に飛び上がって右足と左足を決めます。3つ目は足を交互に踏み替えて右足と左足の位置を決めます。このようにして3つの方法で行います。特に大切なのはかかととかかとをつけます。90度につけてください。そして平行にします。そして右足を前に出して右足と左足の幅を今度は決めます。このようにして足の構えを作ります。私はまず木刀で握る練習もします。まず右手ですけれども、つわもとを持って剣線を床につけます。そして手首を曲げます。次に肘を曲げます。肘を曲げてここで長所を取って指の方の握るを確認します。そしてここで止めてみます。で、上体から真ん中に持ってきます。で、右手の位置が決まります。同じように左手で木刀や竹刀を持って剣線を床につけます。手首を屈曲した握り、肘を屈曲した握り、そしてここで拍子リズムを作っています。で、指の働きを確認します。次に両手で持ちますと、今と同じようにここの中で調子リズムを作って手の内を軽く握ります。そしてここで止めます。で、止めた時に構えた時に左手は突き手、右手は振り相手で構えています。そして相手と対峙します。突き手、振り上げて、突き手、振り上げてで構えて相手と対峙します。このようにして竹刀の握り方を自分で確認しながら練習をしております。